はようございます。シリーズ臓器移植の今、6回目の今日は膵臓移植です。自己免疫疾患の一種とされる1型糖尿病、基本的な治療はインスリン注射ですが、重症化した場合に最終手段となるのが膵臓移植です。そして今、膵頭という細胞を移植する新たな治療法が注目されています。1型糖尿病を治る病気へ、進化する膵臓移植を探ります。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。北海道大学病院、道内で膵臓移植を実施する唯一の医療機関です。HB の松本優子です。今日はお忙しい中ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。北海道大学病院移植外科の渡辺正明医師、国内では膵臓移植について、また移植の適用となる1型糖尿病への理解がまだ十分ではないと指摘します。まずこの膵臓移植というのはどういう病気に対して行われるものなんでしょうか。はい、膵臓移植とは、患者さんご自身の膵臓から、生きていくために必要なインスリンがほとんど分泌されていない重症の1型の糖尿病の患者さんに行われる、根治的な治療法です。現在膵臓移植の対象となるのはこの1型糖尿病の患者さんということになります。この1型糖尿病とはどういった病気なんでしょうか。はい、糖尿病とはインスリンの働きが悪くなることによって血糖値が上昇してしまうという病気なんですが、その原因によってはいくつかの型に分類されています。1型糖尿病は国内の糖尿病の患者さん全体の約 5% が1型糖尿病の患者さんと言われていまして、若い方を中心に幅広い年齢の患者さんで発症しまして、生活習慣が関わる2型糖尿病とはその原因や治療が大きく異なっています。なるほど。でこの1型糖尿病の原因なんですけれども、具体的にどういうものが原因になるんでしょうか。はい、膵臓でインスリンを作っている β 細胞というものがあるんですが、それが壊されてしまってインスリンを出す力が弱まったりですね、インスリンが出なくなったりというのが1型糖尿病なのですが、どうして β 細胞が壊されてしまうのかということに関してはですね、その原因ははっきりとはまだ分かっていません。ただ、一つにはですね、免疫反応が正しく働かないということで、自分自身の β 細胞が攻撃されてしまう、これを自己免疫というんですが、自己免疫が関わっているということが考えられています。なるほど。でこの1型糖尿病の治療法というのはどういうものがあるんでしょうか。はい、治療の基本はインスリンが不足していますので、インスリンを注射するということが必要になります。そうですね。しかし重症化するとですね、インスリンによる血糖の調節も容易ではなくなってですね、そこでインスリンによる血糖調整が難しく、重症化した1型糖尿病の患者さんにはその根治治療として膵臓移植という選択肢があります。なるほど。膵臓移植は膵臓全体を十二指腸の一部とともに移植する方法です。膵臓移植を待機している患者さんのおよそ 80% は糖尿病による慢性腎不全を合併しているため、膵臓単独だけではなく膵臓と腎臓の同時移植の適用にもなります。全体として膵臓を移植された患者さんの9割を超える患者さんが、その同時にですね、腎臓も移植を受けています。原則脳死ドナーの方から同時に膵臓と腎臓を両方提供いただいて移植をするという方法です。2019年には脳死ドナーからいただいた膵臓と腎臓の同時移植は46例日本で行われました。膵臓と腎臓を同時に移植を受ける患者さんは、基本的に透析療法を受けている方ですので、腎臓を移植された後はですね、合併症のリスクとか、透析に関わる時間的な拘束から解放されることになります。また1型糖尿病の患者さんは、インスリン療法を行っていると、低血糖を起こすことがあるんですけれども、低血糖が重症の場合には痙攣とか、意識を失ってしまうということもあるんですが、常にこういった不安を抱えて患者さんは生活されているんですが、インスリンが
不要になる、インスリン注射が不要になるということは患者さんにとっては非常に大きなメリットになる治療法です。この移植後ですね、臓器が機能している、まあ、いわゆる生着率というんですけれども、これはどのくらいになるんでしょうか。はい、膵臓と腎臓の同時移植の場合には、はい、膵臓の生着率はまあ高くてですね、移植後5年後で約 80% とされています、はい、移植後の1年後には約8割の方はインスリン注射が不要になっていますので、はい、毎日の免疫抑制剤の服用と数ヶ月に一度外来に来ていただく必要はありますが、健常者の方とほとんど変わらない生活が送れるようになっています。で、北大では2024年の8月末現在で9例の膵臓移植が行われているということなんですが、考えてみますと、この腎臓移植ですとか肝臓移植よりも件数が若干少ないように感じるんですけれども、その理由は何なんでしょうか。はい、まあ、他の臓器移植と同様にですね、ドナー不足という問題もありますが、はい、膵臓は移植手術の中でも、まあ、難易度が高いと言われていまして、患者さん側にも手術による合併症や移植後の拒絶反応などのリスクが伴うものになります。まあ、残念ながらこうしたことからお亡くなりになってしまうという方もいらっしゃる現状があります。まあ、膵臓は、まあ、なくても生きていける臓器の一つですので、まあ、こうしたリスクを考えると移植をしないという選択肢も実はあるという移植になります。この後は体に負担が少ない膵頭移植とは。さて、1型糖尿病に対しての新しい治療法として膵頭移植というのが今注目されているということなんですが、この膵頭移植というのはどういうものなんでしょうか。はい、膵頭とは膵臓の中に点在している血糖値を下げるインスリンを分泌する細胞の塊のことを膵頭と呼んでいます。はい、これを重症の1型糖尿病の患者さんに移植をすると、インスリン注射の量が減ったりですね、血糖値の安定と、まあ、それから低血糖発作の減少ということが期待できます。まあ、近年膵臓を単独する移植とこの膵頭移植の成績がほぼ同等ということが分かってきまして、この新しい治療法が注目されています。膵頭移植は脳死や心停止ドナーから提供された膵臓を使います。膵臓から特殊な技術で膵頭だけを集め、1型糖尿病の患者さんのお腹に差し込んだ細い管を通して肝臓の血管に点滴します。点滴にかかる時間は1回15分から30分ほどです。で、この膵頭移植なんですが、開腹手術を行う膵臓移植に比べると体への負担が少ない治療法だと言えるんじゃないでしょうか。はい、おっしゃる通りで、局所麻酔での移植が膵頭移植の場合には可能となりますので、外科手術、まあ、膵臓移植の場合には全身麻酔が必要となりますが、膵頭移植ではその必要がありません。まあ、この観点から体への負担、それから感染症とか、まあ、いった合併症の恐れが少ないという点では大きな利点であると考えられます。1回の移植で生着する膵頭の数が限られますので、通常であれば2回もしくは3回の移植を受ける必要があります。まあ、移植が成功すると膵頭は肝臓の中で生着をしますので、患者さんの血糖値に応じて移植をされた膵頭からインスリンが分泌されるようになります。膵頭移植なんですけれども、治療効果ですとか安全性が認められて2020年からは実は保険適用になっているんですが、今後の課題点というのはありますか。はい、他の臓器移植と同様にドナー不足の問題はまああります。また膵頭移植の場合には膵頭を膵臓から分離するという特殊な設備が必要となりますので、現段階では実施できる施設が限られているというところが大きな課題です。北海道大学病院は膵頭移植を目的とした膵頭の分離、それから移植施設として認可承認されておりますので、膵頭移植を早く移植が必要な1型糖尿病の患者さんに実施できるように現在準備を急いでいるというところです。最後になりますけれども、この1型糖尿病が治る病気になるために先生からメッセージお願いいたします。はい、膵臓移植、それから膵頭移植という方法があるということをまず知っていただきたいと思っています。長年インスリンを注射して、低血糖に怯えながらですね、生活をされている患者さんのために、これからも、治療法の選択肢という意味で移植医療でサポートをしていきたいと思っています。渡辺先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。松本裕子の病を知るは
毎月第4日曜日朝6時15分放送です。